はい、こんにちは。そしてこんばんは。白坂和也です。今日はですね、政治学者の五ノ井郁夫さんを紹介します。五ノ井さんは1979年生まれの43歳、現在は高千穂大学経営学部の教授です。専門は政治学、国際関係論、平和研究なんですが、いわゆるデモ活動についても研究を進めていて、デモに関する著作もあり、世界各国でデモの取材経験もあります。そんな若手の政治学者ですが、僕が五ノ井教授を知ったのは恥ずかしながら今年の9月27日なんです。その日、僕は国会議事堂前で開かれた安倍元首相の国葬反対集会を取材したんですが、その時に登壇した弁士の一人が五ノ井郁夫教授だったんです。その時、日本にもこんなスタイリッシュな政治学者がいるんだと妙に感心したわけです。彼の冷静でなおかつ力強い話の内容に、僕自身非常に惹かれるものがありました。9月27日、安倍元首相の国葬反対集会の模様については、すでにこのチャンネルで紹介させてもらいましたが、一部の方から五ノ井教授を切り取って公開してほしいといった声がありましたので、今回五ノ井郁夫教授の切り取りを作ってみました。さて、11月29日の夜、東京都立大学の教授、社会学者の宮台真司さんが何者かによって刺され重傷を負うといった事件が起きました。僕自身もこの事件には非常に衝撃を受けております。そして今でも胃がヒリヒリするような感じがあります。そして今回紹介する五ノ井教授の演説の中には、暴力ではなくて我々は言葉によって何ができるのかといったことについて非常に示唆的な内容が含まれていると感じます。それでは五ノ井教授の演説をご覧ください。前に集まって戻ってまいりました。これまでの60年安保であったりですね、この前の15年安保なんかでは、国会の多数派による強行というものがなされましたけれども、この議会による多数決による強行に対して、今回の強行というものは内閣による強行であります。言うまでもなく、今回の国葬、正確には国葬儀というそうですが、この儀式には全く法的な根拠はありません。1975年にですね、佐藤栄作元首相が死去した際に、当時の、吉国一郎内閣法制局長官が、国葬については、法的に制度がない、そして三権の了承が必要であるという見解を当時の三木武夫首相に対して、示していました。岸田政権が閣議決定で国葬を強行していることこそが、我々の民主主義に対する冒涜であり、問題であると思っています。当たり前ですが、日本は法治国家です。憲法41条にはですね、国会こそ国権の最高機関であるというふうに定めています。国葬をやるのであれば、当然与野党が協議をするなりですね、あるいは法律案を上程するなりして正式な手続きを踏んでやるべきです。私はそれでもやるべきではないと思っていますが、議会制民主主義をやり方、無視したやり方というものは到底、容認できません。政府は内閣のですね、内閣府の所掌事務、すなわち内閣府設置法の第4条の、3項ですね、その中で、国戦前の国葬ではなく、国の儀式だと、国葬儀だというですね、括りにして、閣議決定で、要するに、儀式の、執行を根拠つけているというふうに言っています。これは行政の、作用のない一部だというふうに解釈を取っているんですが、しかし、この根拠を定めているのは憲法65条なんですが、先ほど申し上げたように国権の最高機関は、国会であります。本会的なですね、国葬をするとなれば、立法、行政、司法と、三権をまたいで、行わなければいけませんから、これは当然行政の作用というものを踏み越えているわけですね。かつそのこういったことはですね、今この皆さん、1万5000人ほど、このですね、平日の昼間であるにもかかわらず集まっているそうですが、
ここに見える可視化された民意だけでも見て分かるように、そして全日本の中でですね、各、地方自治体のですね、広場の中で今同時並行的に国葬反対の、デモや抗議行動が行われているそうですが、これらから見ても民意が反対しています。さあ、それに対して岸田総理は何て言ってるか。留守番電話の自動再生機能みたいにですね、丁寧なご説明というふうに言ってますね。でもそんな丁寧なご説明という言葉に我々はもう聞き飽きました。こんなことばかりしてるから内閣支持率がどんどん下がっていくわけです。でそして国葬に際しては弔意は強制しないというふうに言っていますが、そもそもこれは行政の機能、行政の作用でありますから、そもそも、弔意は強制できないわけであります。しかしなんとなく雰囲気として、弔意を示さなきゃいけないんじゃないかなというふうに我々にプレッシャーをかけてしまう。このようなプレッシャーは言うまでもなく憲法19条の、思想及び良心の自由に反します。さらに岸田首相はですね、国葬をする理由として安倍晋三元首相の業績を掲げてますね。彼の業績は何でしょうか。負の業績しかないように思っています。ロシアとの外交については2党返還はできなくなってしまいました。4党返還なんかも夢のまた夢です。要するに主権の一部を手放してしまったんですね。さて、このような根拠のない国葬の強行という横暴、そして民主主義の破壊に対して我々はどうすべきでしょうか。我々市民はこのようにですね、集まることで民意を示すことができます。だから私も、市民の一人として、この場に頭数として集まりました。これだけの数が集まっているため、我々は実は総理官邸にも首相官邸にも、そしての国会にも、そしてこの警察官たちに対しても力で抗い、押し入ることもできます。だけれども、我々が守ろうとしている日本国憲法というものは、海外に向けて平和主義を掲げる主体である我々がこの国で平和主義、そして非暴力たらんことをこの75年間の間にデザインしてきたんですね。だからこそ皆さんそれぞれ怒りを抱えておいでだと思います。だけれども、こうした整然とした抗議や集会というものを我々ができるのは、まさに憲法、平和憲法というものを我々が掲げて守ってきたからです。つまり我々はこの瞬間ですね、非暴力を選び取っていて、そしてこの瞬間戦後民主主義というものの歴史を更新しています。これでも皆さん分かってきたと思うんですが、安倍政権は8年8ヶ月ありました。だけれども彼は平和憲法を変えることができませんでした。改悪をできなかったんです。つまり皆さん、我々は少なくとも安倍晋三氏からは平和憲法を守り抜きました。これは言うまでもなく皆さんが勝ち取った成果です。海外に向けてじゃなくですね、我々の国内の我々も縛る非暴力の平和主義の実践というものがこの場、この瞬間、日本中、そしてこの国会前で行われています。我々は警察にも抗うこともなく、そして平和にこのようにして、抗議活動を行っているわけです。この非暴力を選択された皆様の、この行動とですね、そしてこの瞬間、平和主義と非暴力の、国というものを作ることを更新している、この瞬間を皆さんと共有できていることを私は大変誇りに思っています。したがいまして、皆さん、権力が横暴を働いたときは、我々はまたこの国会前に、そしてまた日本中の路上に集いですね、今後も民主主義を守るために非暴力と平和主義を貫いて声を上げてまいりましょう。今日はどうもありがとうございました。